はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。はい、これは中西の小物ですね。これね、続きですね。次なんだろう、すいません、出雲大社と厳島神社の大鳥居、はい、組み立てあるんですよ。出雲大社、すいませんしょうもないことやっちゃいました。 なんだこれ、どういうことだ、なんか歪んでない、赤ちゃんがね近くで騒いでる、なんかうまいこといかないな、なんか斜めになってるんですよね。うまいこと組み立てらないかも。ああ、まあ一応これでいいのか。鳥居、おー入ってかないぞ、これ入ってかないぞ。ちょっとまあヘルメット脱いで、ちょっとね本気出していかないと、なかなか入ってかないんですよ。おお、やっと入った、なんとか入った、すっげえ硬かった。はい、なんとか鳥居、熱っ、できました。目が見えない。はい、こんな感じですね。厳島神社の大鳥居、これ出雲大社、なんかちょっとね歪んじゃってる感じはしますがね、出雲大社です。はい、厳島神社とね、はい、ああ出雲大社、稲葉の白うさぎで知られる大国主の御事を祀る出雲大社は縁結びの神様として全国に知られる。日本一の大鳥居23メートルをくぐると、大黒様と白うさぎのブロンズ像が出迎えてくれる。国宝の本殿は日本最古の建築様式といわれる、大社造りで高さ24メートル。言い伝えによればもともと96メートルもあったという。毎年10月になるとこの神社に日本の神様たちが集まって男女の縁組を相談するため、出雲地方では神奈月が神有月となる。はい、厳島神社の大鳥居、青い海の上に浮かぶ厳島神社の大鳥居は高さ約16メートル、柱の周囲が約10メートルという巨大なもの。腐りにくいクスの天然木で作られた鳥居は倒れないように6本足。しかも鳥居の屋根の下に約7トンの石を入れ、安定するように工夫されている。秋の宮島とも呼ばれるが、季節の秋、と勘違いする人もいる。安いに芸術の芸ですよね、秋って。いいですね。厳島神社は行ったことあります。はい。鹿いるんですよね、宮島ね。鳥居の方へもなんか潮が引いてて行ったかな、何で渡ったのか覚えてない、船かな、あんま覚えてないな。とにかくあのね、もみじまんじゅうの天ぷらを食べまして、はい、美味しいなと思ってね。で鹿がいまして、はい、うん、広島は他回りましたけど、はい、牡蠣のね、あの広島焼き、お好み焼き、美味しかったなっていう思い出がありますね。はい、出雲大社もう行ってみたいですね。島ね、他に あそこ行きたいんですよ、足立美術館、はい、行きたい、すいません。はい、いいですね、あのちょっとこれちょっと歪み気味、ちょっと修正できるかやってみましょうか。これでマシになったぞ、よしよし、すいません、これでマシになりました。はい、すいませんでした。はい、ね、これでマシになりました、うん、ね、ああだいぶマシになりましたね、うん、カエルがうるさい、はい、すいませんでした、はい、申し訳ございませんでした、すいません、これでいいんだ、うん、出雲大社、はい、まあちゅうことですいませんでした。はい、
マジマジじゃん。まあ、じゃあ。